baby bus. Hi. チャンネル登録押してね。おう、やっほー、ついに月餅完成。うわー、本当に美味しそう。ダメ、明日食べるのよ。今晩は誰かが月餅のパンをしなきゃ。え、うん、え、お、うん、あ、う、う、ぐ、え、じゃんけんぽん、負けた人が月餅のパンをするんだよ。あああいつらはパーしか出せないからチョキを出せばいい。ジャンジャンの負け。お前らなんでこんなに早いんだ。俺まだ出してないぞ。はあ、眠い、寝なきゃ。明日食べるんだよ。ジャンジャン、早く起きろ、ジャンジャン。ジャンジャン、月餅は？月餅？ここにあるだ。月餅どこだ？全部食べたんだろ。違うよ。俺は、ほんの少しつまんだだけだよ。全部食べたくせに嘘つかないで。本当に違うってば。これはなんだ？月餅だ。あれれ、手が届かない。よし。さあ、よし。わあ、的が外れた。もう一回。なんだ、月餅じゃない。はい。今度こそ。チョコ兄さん。チョコ兄さん、大丈夫？またお前か。僕らの月餅がどうしてチョコ兄さんのとこに？俺が作ったんだ、お前らのじゃない。はあ、さあ、信じられないなら見ろ、ここにたくさんある。それじゃあ、僕らの月餅は？まさか、そう、泥棒に持っていかれたに違いない。お前らが作ったものを誰が食べるか。俺のならまだしも。あっ、月餅どこ行った。そうだ、さっきまでここにあったのに。月餅泥棒がいるに違いない。いい方法がある。これは大きすぎるし。これは小さすぎる。もうちょっと大きいのと取り替えてくれない？ダメだ。わかったよ。月餅が動いたらすぐに紐を解くんだ。そしたらカゴが落ちて月餅泥棒を捕まえられるはずだ。チョコ兄さん、隠れて。しっかりしろ。
チョコ兄さん。ん？あ、うわっ、わあ、よし。泥棒はどこにいるんだ？あ、ん？あ、ゲッペが動いてる。お、あ、捕まえろ。あ、さ、うん、なんてこった。僕が手伝います。待て。あはあ。うわ。うわ。ああ、重い。え？あ、うわ、うわ、おい、ちょっと待て。うわ、あ、あ、あ、く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 っついて動けない。うわ、うわ、か、うわ。あ、歩ける。僕がゲッペ泥棒を追いかけるよ。うわ、お、ん？うわ、うわ、うん？うし、うし、うし、うわ、うわ、あ、チョコ兄さん気をつけて。あ、あ、うわ、うわ、あ、アリの仕業だったのか。キキキキキキキ、見て、アリがゲッペを運んでる。ああ、本当にジャンジャンじゃなかった。アリが犯人だったのね。ああ。わあ。卵がいっぱいある。中に何が入ってるのかな。あれ？卵5つ。くるくる回る赤卵、割ったら何が出るかな。卵4つ、くるくる回る黄色卵、割ったら卵3つ、くるくる回る青卵、割ったら車のライト。卵2つ、くるくる回る緑卵、僕はキキ。私はミュウミュウよ。みんな、おまわりさんがどうやって僕たちの安全を守ってくれるのか知ってる？今日はおまわりさんになってパトロールしてみようか。それじゃあみんなで一緒に行ってみよう。
るよ。これは大変迷子だ。一緒にママを探すよ。私はおまわりさん、角で人助け。困った時おいでよ。ありがとう。今日はキキとミュウミュウが子猫ちゃんのママを探してあげました。みんなキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。イエーイ。パパとはぐれちゃった。今日は福の誕生日。とっても大切な日ですよね。福がお父さんに言います。今日から僕もお兄さんだ。プレゼントは僕が選ばせて。実は福のお父さんは今日の誕生日プレゼントは福に選ばせてあげると約束していました。朝早くから福はお父さんと手をつないでマートにやってきました。鼻歌を歌いながら歩いていますね。ランラランラランプレゼントを買うんだ。すっかりはしゃいだ福はマート中をぴょんぴょん飛び跳ねていますね。福のお父さんは福に言います。福、はぐれるといけないからちゃんとついてこなきゃダメだよ。わかったよ。僕赤ちゃんじゃないもん。マートは本当に広いですね。美味しい食べ物もいっぱい、面白いおもちゃもいっぱい。この時、福はかっこよく変身するモンスタートラックを見つけました。大きな声で話していますね。モンスタートラック、これにする。興奮した福は駆け寄り、モンスタートラックを掴んで離します。タイヤがとっても大きくてかっこいいや。パパどう？パパ？あれれれれ？お父さんはどこにいるのかな？右を見て、左を見て、あ、あそこにいた。急いで駆け寄った福はお父さんの足にしがみつきます。パパ、僕プレゼントを選んだよ。知らないおじさんが振り向くと福にこう言います。坊や、パパとはぐれたのかい？福のお父さんじゃありません。福は大慌てで手を離すとその場を走り去りました。マートはとってもたくさんの人、大人の足だけが目についてすっかり迷子になってしまいました。その時、福の誕生日プレゼントを買いに来たキキが一人で泣いている福を見つけました。福のところにやってきて尋ねます。やあ福、どうしたんだい？キキ、僕パパとはぐれちゃった。福、心配しないで。僕たちには魔法のバス、トゥトゥがいる。トゥトゥならきっと解決してくれるよ。キキは福を安心させると素早く呪文を唱えます。ベビーバス、トゥトゥトゥ、アブラカタブラ、いや。魔法の呪文を唱えると虹が現れました。魔法のバスが虹の橋を渡って現れます。じゃじゃじゃーん、僕はトゥトゥ、僕が来たよ。キキ、何かあったのかい？トゥトゥ、服がパパとはぐれちゃったんだ。どうしたらいい？心配ない。
方法ならたくさんあるよ。まず一つ目の方法は、迷子になったらあちこち動かないではぐれたところでじっとしていること。これを聞いた福は頭をかきながら気まずそうに言います。でも僕ものすごく遠くまで動いちゃった。それだ、二つ目の方法にしよう。マートの従業員に助けてもらうんだ。ゴー。福、キキ、それからトトがマートの従業員のところに行きます。計算係のおばさんに会いました。おばさんが福にこう言います。福、お父さんの電話番号を教えてくれる？おばさんが電話してあげるわ。それが1 1、思い出せない。慌てた福がパパの電話番号を忘れてしまったみたいですね。がっかりした福の顔を見てトゥトゥが急いで言います。心配しないで、三つ目の方法があるよ。三つ目の方法はね、放送室に行ってパパを探してますって放送してもらうんだ。トゥトゥの話を聞いた福はもっと困った様子です。放送室がどこにあるのかわからないみたい。突然福は従業員の服を着たおじさんを見つけました。福はおじさんのところに行って尋ねます。おじさん、僕を放送室に連れて行ってもらえませんか？ああ、いいよ。放送室に到着すると綺麗なお姉さんがみんなを迎えてくれました。福はお姉さんに言いました。お姉さん、パパとはぐれちゃったの。放送してパパを探してくれませんか？ええ、いいわよ。お姉さんは放送室に行ってマイクをつかんでお話をします。福のお父さん、福のお父さん、息子さんの福が放送室で待っています。まもなく汗をびっしょりかいた福のお父さんが走ってきました。大きな声で福を叫びます。福！パパ、パパ、どこにいたの？お父さんに会えた福はもう一度プレゼントを買いに行きました。今度はパパの手をしっかりと握ったまま、二度とお父さんとはぐれないようにね。おはよう、キキ。あ、ママ。どこ行くの？ああ、子羊の毛が長くなったから毛を刈ろうと思って。あれ？子羊がいなくなったぞ。道に落ちていた毛のおかげで子羊が見つかりました。毛を全部刈らなくてよかったです。ねえ